調べていいんだな。どっちかじゃないんだ。大丈夫、すっごい音するけど。さらば残酷な世界、幕は降り、アンコールに応える暇もなし。おい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 、やばい、やだ。なになになんの、なんなの、なんなの。スタンガン、スタンガン。わーお、目が黄色。写真を撮る、デカショット。やってる場合か、やってる場合か。逃げろ。写真見る、写真見る。ね、ちょっと待って。はっ、こいつ頭いかれてるだろ。え、頭いかれてんだけど。ツリーハウスで襲われる瞬間の今の写真アップで、ピントが合っていない。ピントが合っていないけど、まあ結構しっかり写ってんな。目が黄色だったぞ。おーい。綺麗な黄色い目をしてましたよ、奴は。んで、なんか結構スタイルいい感じだったな。なんだろうね、あれ。なんであそこにいたんだろう。ある人間が夜になったら変異するとか、そういう感じ？いや、わかんないな。でも一旦、待て。わぁ、深呼吸して。ちゃんと逃げるぞ。まずすぎる。飛び乗れ。これは下、オッケー。ゆっくり見ていくよ。意外と時間あるからな、これ。えらい。連打。間に合え。連打。間に合え。よし。走る。いいよ。あー、終わったかもー。わー、終わったかもなー。これ、困るんだけど、すごい、それは。いやー、逃げろ。逃げ切れるか、女の子の足で。ジャンプ。あの、熊撃退スプレー効くの？これは？どっち？上。オッケー。意外と時間ある。いや、まず。え、まず。窓ガラ空き。困る。急げ。いや、いけ。隠れろ。あー。うわ、どっちかしかダメ。ねえ。あ、終わったかも。どっち？下。オッケー。連打。頑張れ。よし。まずい。よし。危ねえ。エーマ、お前、勇敢？あ、びっくりした、本当に怖。いや、連打よ。ゆっくり。男の連打。心配ない。もう、つる。痛い？うん。だけど、お腹が減ってて。腹が減ってる。食べ物を探してくるから。ニック、腹が減ってる。オッケー。バターポップでいいか？ポンポン、バターポップか？いくらでも食べられそうだ。大丈夫か？そんなにたくさんはないと思うけど、シリアルくらいなら。なんでお前腹減ってんだ？シリアルはちょっと。なんでお前マジ腹減ってんだ？力？よし。これが一瞬のやつだったりする？あ、んで、さっき残したと思ったやつの一個だ。力。よし。タロットカードは順調に集まってるぞ。力か。力は普段は眠っている。自分の内なる力を知り解き放つんだ。自分でも気づいていなかったエネルギーを。内なる力は誰の身の内にも宿っている。それを使えば与えることも奪い取ることもできるだろうさ。なるほど。普段は眠っていると。確かにな、人間普段は眠っている力でも追い詰められたらな、めちゃくちゃ普段できないことができたりするからな。カジバのバカ力ってやつね。よし。一旦でかいロッジに帰ってきたね。いやー、でもニックが腹減ってるのめっちゃ気になるな、俺。これは医務室の鍵さ、いろいろあるはずだ。大丈夫か、あいつ。食べ物を探すわ。
なんで火ついてんだ。最初からついてた。俺たちは電話を探そう。電話。ああ、うん。はい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 。ハケットさんのオフィスにあるんじゃ。呼ぶわけね。ああ。オッケー。すぐ戻る。了解。もう、まあ、大丈夫だといいけどって言って、まあね、あんまり、うん、この、なんていうん、このグループを、悲観的にさせたくないからな。少しはポジティブな気持ちを持ってもらいたいところだが、ちょっと慎重に行こう。二人を襲った奴が何にせよ。うん。大丈夫かな、匂いとか、そういうの。え？いや、そいつが血の匂いをたどって、追ってきたりしないかなって。どうかな。まあ入り口をちょっと塞いだくとか。たら俺たちも格好の獲物なんじゃないかな。森で二人を襲った奴がロッジまで入ってくるってことはさすがにないだろう。まあそうか。離れてんのかな、ロッジと森って。行こう。助けを呼ばないと。どうだろう。でも扉は結構こんなに静かだと変な感じだ。うん、閉じ取ってもいいんじゃないか。夜に来たことはないのか。君はあるわけ。うん、何度かな。キャンプ地の話ね。山と聞かせて。うわーっと。え？おい、どこへ？脳内に直接？俺の脳内に直接？名前を呼ばれたような。空耳だろ？なんで俺だけ聞こえた？ならいいんだけど。なんで俺だけ聞こえた？なんで？なんか選ばれてる。意外と軽いんじゃ。あーそうだな。でも雑菌も良くないぞ。うん、ならいいねって言いたいところだけどな。わかんねえな、正直なところ。でもわかんねえよって言っても別に話は進まねえから、希望的な感じでいくか。ならいいね。うん、ああ、あんまり何さ、ネガティブな気持ちでもな。助けを呼ぼう。よしよし。どこにかける。うわあ。ハケットさん。お、よく覚えてたな、そのパ、その武器。それなら911は。911か。90なんだよ。90。いや、ほら。大丈夫かお前。それはともかくとして、何を頼めばいい？警察か、救急車か。どっちもじゃね。なんなら自衛隊汚してほしいな。全然全然自衛隊よこしてほしい。なんか特殊部隊よこしてほしいんだけど。まあ、ん、具体的に話すべき、あー、その内容をどうだろうな。いや、まあここは決意新たに呼ぼう。警察だよ。うん、考えるまでもないじゃん。じゃあ警察です、どうしましたかって聞かれたら、俺は、うん、助けてください、友人がクマに襲われて、いや、クマではないかもしれないけど、はいはいはい、牙を持った動物であることは間違いなくて、そうだね、何匹いるかとか、どれだけ頭がいいかとかは分かりませんが、はい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 、今にも襲ってくる可能性があるから、すぐに助けが必要なんですって言えばいいのか。すごい、もうちょっと簡潔な方がいいな。間違いなく。うんうん、そんな感じで。まあ、間違ってないけどね、伝えたいことは。うん。ただまあ、ライアン。どうしたの？どうしたの？ダメだ。ええ。切れた？どうしたの？変だな。変だな。いきなり通じなくなることもあるさ。警察に連絡しようって瞬間にかい？瞬間にかい？いや、マジだぜ。おかしいぜ。ガチャガチャってやってみたら。え？電話線行かれた？おいおいおい。どうなるか。さあ。映画とかで電話が通じないとこうやって連打してるだろ。映画じゃないぞ、あるあるすぎんか。どうしてわかるんだよ、電話が通じなくなるやつ。撮影されてないとも限らないじゃん。おいおいおい、メタかお前。メタ的か。ダメだ、こいつは通じないみたいだ。困ったな。どこにもだ。このキャンプで他に固定電話は？電話じゃないけど。そうそうそう、ディランが通信してた小屋に古い無線放送の、そうそうそう、ラジオ的なやつがあるよね。うんうん、アナウンスに使ってたやつか。そう俺セレクトのサマーソングを流したね。それそれ。あとキャンプ参加者への連絡事項とか、古い機材だけど、 あれをいじれば外にあれでも結構メッセージを届けられるんじゃないかな。遠いか。
意外と遠いぞ。よし、行って外に連絡できないかやってみよう。うん、まあ、戻してるよ。やってみるか。いやいや、使えるって。まあまあ、いやでもまあここでな、言い合ってもよくない。冷静になろ。ちゃんと返すよ。うんうん、みんなが無事で助けに来てくれることになった。いや、いい判断だよディラン。はあ、分かったけど、うん、気をつけろ。分かってる。もちろん大丈夫。おい、懐疑的な目。困った。困った。天気のせいかな。おい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 、天気ね。天気ね。じゃあそうだな、クマかも。なんかクマ、なんで何でもクマのせいにするわけ。100歩譲ってだよ、うん、クマが電話線を切り、今度は電線も切ったとして、どちらかというとそのクマが廊下で俺たちを待ち構えてたらどうするつもりだよ。なんか人間がやってないか裏で。どうも。ケイトリンに無線小屋へ行くと言っておいた方がいい。そうだね、一応伝えてから言おう。あ、伝えてから行こう。うん、オッケーオッケー。なあ、それはケイトリンに渡したらどうだ。確かにケイトリンは強い。おい、めっちゃ攻撃的な選択肢あるよ。そんな良くない。威圧戦でも仲間をさ。なあ、でも彼女にこれって必要かな。俺たちと同じくらい必要だろ。まあ実際あっちはな、ケイトリンはロッチの中、俺たちは外。ロッチの中に危険な奴がいるかもって言ったじゃないか。まあ一本ずつ持っててもいい気はする。まあでもそれはどうしても銃が必要だったからさ。彼女に銃を渡せよ。ダイアンはケイトリンめっちゃ信頼してんな。すごい選択だ。いやでも実際だ、あー、護身アイテムがないのはケイトリン側だしな。二人で行くんでしょ、外に。じゃあ、渡してもいいんじゃねえか。ああ、いいんじゃねえかな。二人で銃乱射しまくってもあんまりっていう感じもあるし、ケイトリンの方に渡そう。まあ、そうだね。ニックもおるしな。なあ、俺のがまだある。おとなしくしてたら、これを貸すよ。そうだね、一緒に使おうぜ。ちゃんと責任を取ってくれよな。おお、取れるように頑張るとする。努力します。オッケーオッケーオッケー。ライアンとは喧嘩したくない。お邪魔だった。いや全然、これをね渡そうと思ってた。君に For You。よし、行きますかね。元気出せって。え、どうせ使えやしなかったんだ。頼りにしてるよ。銃撃ちてだけか。さてはこいつら。ありがとうディラン、優しくてイケメンだな。うん、知ってる。えらい、自分の機嫌の取り方知ってるこいつは。次は、あー、ここに帰ってくる。エマパートに帰ってくるけど、え、でももうさ逃げ場。なるほどね、ジップラインで逃げる。はいはいはい、反対側まで一気に逃げれる。だから問題はどうだ、ちゃんと掴める位置にないね。あ、回すんだね。はい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 。音ってこと？音ってこと？どういうこと？これはキーって音を出したくないってこと？あ、とりあえず目の前の眼前に敵は一人、時間の勝負ではある、時間の勝負ではある。実際ゆっくり巻き上げてる暇あるか。でもハイドの基本はゆっくりか。間に合わんかったりする。いやー、まあゆっくりする。
あんま音出したくない。冷静な判断？構想数？悩ましてくる。悩ましてくるけど俺は初志貫徹。ああ、終わったかも。まずいか、これ。ガチまずい、ガチまずい。いけ！あぶねえ。あぶねえ。肝が冷える。ああ、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、脱出完了。エマ、たくましいよ、エマ。とりあえず合流したいね、みんなと。これでまたジェイコブと入れ違いならんかったらいいけど。ああ、壊れたね。まあまあまあ、でも身を守ってくれた。感謝しよう、ガンガンには。あいつは身を守ってくれたわ。まだクマ撃退スプレーがあるもんな。てか、エマはマジで、たくましすぎん？全然、アビーの方が女の子らしかったぞ。だいぶ。てか、おや、お前さんかい。あれが普通だよな。来たね。やあやあやあ。さて、じゃあ、始めるかい？こんばんは、おばあちゃん。始めようぜ。今日2個あるんだよ、おばあちゃん。見てくれよ。力か。こう。力と、魔術師。力は普段は眠っている。うんうんうん、自分の内なる力を知り、内なる力をね、解き放つんだ。解き放つ。自分でも気づいていなかったエネルギーを。エネルギーを。内なる力は誰の身の内にも宿っている。あ、そうだね。それを使えば与えることも奪い取ることもできるだろうさ。さっきの銃の問答だったりする？このことさせたりするかな。驚愕、絶句、力を奪うこともできる、衝撃、与えたり、どうだろう。感覚を操ること、それが魔術師の力さ。もう一個は魔術師ね。瞬きすら許されやしない。はいはいはい。見逃すんじゃないよ。見逃すな、瞬間の物事だ。大事なもの。うんうんうん。さてどうする、もっと見るかい。いやー、ぜひ見してくれおばあちゃん。今回も決めるのはお前さんだよ。さあどうしたいか言っておくれ。ぜひ見してくれ。また魂抜けるんだろ？だと思った。いやー。すごい。危ない。先進んだった。危ねー。あ、でも今回はカラスくんは、宿ってるな、魂。相変わらずおばあちゃんは、抜けてますね。よし、見してくれ。一つお選び。慎重にね。お一つ？ダメ？二つじゃ。ダメですか。そうね。力と魔術師か。なんかでも力の方は、しっかり冷静に判断すればなんとかなったり しそうじゃね。魔術師の方がなんか瞬間を見逃すなって言ってたから、こっちの方がなんか、事前知識があった方が、後々、有利な気がする。こっちで。さあ、見しておくれ。ライアン。イラン？まずっ！え？完全にチェーンソー。また一旦別れた。別れかい？よく考えるんだよ。誰を大事にするべきか。誰が自分の味方なのか。そんなバカな。アナイキー。